それじゃあ早速オートサロン展示した車をご紹介いただけるということで、もうボンドチャンネルのレギュラーですよね。トムスの谷合さんです。よろしくお願いします。これ実は僕めちゃくちゃ気になってたんですよ、はい、っていうのはボンドでもすごい入庫する機会が多くて、はい、オートサロンで詳しく見たかったんですけど時間がなくて全然見れなかったんで今回谷合さんにいろいろ教えてもらいたいと思います。カーボンタイプのエアローつけさせていただいております。純正にオンしてる感じですね。はい、純正にオンしてる形になります。クリアランスもかなり取ってるので下品な感じにはならないですし、使い勝手もじゃあちゃんと考えられてる、さすがメーカー直系中なんですね。カーボンの目がめちゃくちゃ綺麗。そうですね、やっぱりそこはかなりこだわって、あの目が揃うようにっていうのは注意してやっぱり製作してます。そしてここ横結構立ち上がってるんです。そうなんですよ、やっぱり他の車もそうなんですが、トムスのデザインとしてやっぱりここが、まあ、サイドステップもそうなんですが、結構ここ立ち上げっていうの、まあ、空気の流れもあるんですけど、ここはかなり特徴的なデザインを採用しておりますね。そして足元はこちらね、これはオートサロンでちらっと見させていただきました、はい、これ単造なんですよね。はい、あえて、20インチにしております。でなぜ20インチにしたかというと、ブレンボのトムスブレンボのコラボのブレーキをつけてるんですが、はい、純正の19インチだと収まりきらない、1インチアップして20インチっていう設定にさせていただきました。これだから見た時びっくりしたんですよね。めちゃくちゃ攻めてるなと思って。そうですね、今年のトムスはやっぱりホイールをかなり力入れてやっていきたいってことで、これからさらにホイールに力を入れていろいろちょっと、まあ、攻めたっていうのをやっていければと思ってます。サイドもじゃあこれ純正にオンする形で、はい、こちらもウェットカーボンなんですが、目はかなり、確かに横こんなに長さがあるのに全然カーボンがよれてない、こだわって作ってます。そしてボリュームも絶妙っすね。やっぱり車の性格上そんなに気にして乗るっていう車でもないと思うので、確かに普段使いが全然できるようなサイズ感で作ってます。後ろがですね、はい、今回は、全部を交換するのではなくて、はい、このサイドの、ね、あ、そこだけなんですね。あとはですね、はい、ここの真ん中を変更させていただいております。そしてマフラーは、これマフラー自体が変わってるんですか。はい、マフラー自体変わっておりまして。なるほど、はい、実はこれリアピースの出口のみにしております。そしてトランクのスポイラーもこれ、はい、こちらも純正じゃないですね。はい、純正ではなくて小ぶりなんですが、ちょっとカーボンタイプのものを採用させていただいて。これめっちゃいいですね。ありがとうございます。純正ここなんかこうなってるんですよねしかも結構でかいんですよ、はい、はい、というわけですごいスタイリッシュな、はい、こんなトランク。むしろこっちの方がちょっと違和感ないかなって、なるほど、撮っていただけるかなと思いますんで。これエアロパーツは単体でも、はい、単体でも販売しております。これトランクスポイラーだけとかっていうのも、はい、大丈夫です。というわけでぜひお問い合わせください、はい、さあ続いてこちらのアルファードをご紹介いただけるということで、はい、これはエアロパーツが一通りついてるんですか。はい、そうですね、こちらはですねラグジュアリーテストが多い車ですので、メッキパーツとかというのも採用していただいております。はい、これボリュームすごいですね。車がねやっぱり結構前高も高くてそんなにボリュームがある車なんで、これ以上さすがにやっちゃうとちょっとなっていうところ、ちょっとやんちゃな感じが、やんちゃな感じ出ちゃうんで、まあ、ギリギリな線を狙っております。で横の方もメッキのこういった部品をつけて前からの流れを通すようにしております。一体感が出るようになってると、はい、足元、はい、こちらも IS 同様の、はい、IS 同様20インチになってまして、はい、でこちらもアルファード自体がノーマルが片押しの今までにブレーキを使っているので、高速道路とかでご家族とかフル乗車とかでいろいろ乗ってて、前の車が急に減速した時にかなり怖い思いをするっていうのもありますので、もう最初から僕らはもうアルファードに関してはブレーキ交換前提を考えていたので、来たと同時にすぐ測定を開始して、もうすぐにあのブレンボ車と連携してもうブレーキキャリパーキットをどんどん作れるっていう体制を作ってました。そしてリアもエアロがついてて、はい、はい、こちらからのかぶせのタイプになっておりますね。はい、純正バンパーにかぶせる形で、はい、あ、もう分かりました、はい、これが追加されてるわけですね。これが追加されている状態ですね。はい、さあ続いて紹介していただけるのはこの2台ということで、はい、この2台この後乗ってもいいんですか。もうむしろ乗っていただいて、はい、弊社が考えるコンプリートカーの意味が分かっていただけるかと思います。遠慮を知らない男なんですけど大丈夫ですか。ぜひというわけで乗る前に軽く仕様だけ、はい、はい、ご紹介いただきたいと思います。これあの車系ニュースで見ましたよ僕。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。なんか有名なラリードライバーの方がデザインして、はい、はい、弊社のもともとドライバーでもあった
方なんですが、勝田さんがデザインを監修してまして、 WRC カーとしての GR カローラだったらこういう形なんじゃないかっていうのをコンセプトに。最近珍しいですよね、フルバンで交換って。そうですね、なかなかフルバンやってるところないと思うので、まあでも勝田選手の希望でこういうデザインっていうのがあったので、我々はもうバンパータイプで作り上げました。でちゃんと空力なんかも計算されて、はい、空気の量とかがかなり開口部を広げて、あ、なるほど、するのでちゃんとその辺も、はい、その辺も考えてデザインはしております。レーシング直径だから説得力が違いますね、はい。まあ、グリップ力稼ぎたいためにタイヤを太くしているので、こちらは 9.5J を入ってます。はい、若干はみ出してる気がそして後ろに回っていくと、後ろの造形えげつないですね。まずいいですか、はい、マフラー出しすぎです。はあの5本出しってもうアメ車のあのやつ以外で初めて見ましたよ。そうですよね、まあ、僕らも僕らでもう、ね、行くとこまで行き着いたっていう感じ。あれ純正ででも3本出しなんですよね。はい、純正自体が3本出しになってまして、ちょっとその上を行くことをやってしまいまして。この仕様って、はい、去年のセマショーで、はい、セマショーでトムスとして初めて昨年ちょっとセマショーにちゃんと車を展示するっていうことをやらさせていただきまして、この車の左ハンドルの北米使用車っていうので同じ仕様を作って初めてセマショーに展示させていただきました。もうなんかセマショーにぴったりのルックスの気がします、はい、このどでかいトランクスポイラー、はい、ルーフスポイラーと、はいはい、まあ、あとここにカーボンのこちらもドライバーガーニッシュとか追加でまた、じゃあこちらもめちゃくちゃ目立ちそうなんですけど、はい、この後乗ってみたいと思います、はい、これから試乗してみたいと思います。エンジン関係はノーマルなんで、まあ、あくまで足ブレーキその辺のレビューになるかと思います。で内装も少し手が入ってて、このフォージドカーボンのパネルがこれかぶせらしいので、まあ、元に戻すのも簡単にできるみたいです。で聞いたらあえてマットにしてあるんで、車内のこの反射を抑えて、まあ、メーターなんか特にそうですね、反射が抑えられてるんで非常に見やすいです。ちゃんとトムスのロゴも入ってて、だとシフトノブがこのカーボンの丸いシフトになってます。そしてマフラーが今回プロトタイプということなんですけど、めちゃくちゃいい音してる。はい、あの改造車ジャーナリストとしてはやっぱり改造車乗っとかないと。ただ GR カローラ今回初めて乗るんですけど、あの最初の試乗が改造車ということで、よし行きます。あ、結構硬いぞ、速い、めっちゃいい音してんだけど。そしてですね、足回りは結構硬いです。結構硬いな。ただ全然なんかその動いてない感じじゃなくって、しっかり動いて、車の箱の硬さもありますね、結構 GR カローラ。そして注目はやっぱりこのどでかいブレーキ、ブレンボとトムスのコラボのやつなんで、ちゃんと専用で設計されてると。うわ、めっちゃ楽しいぞこれ。これめちゃくちゃ楽しいな。スポーツ、スポーツいきます。いや、めっちゃ楽しいぞこれ。これは楽しい。こっちなんか聞いたらとんでもない仕様になってるということで、はい、こちらはですねエンジン関係に手を入れてる車でして、タービンを変えているのと、タービン交換、はい、タービン交換してます。 ECU のセッティングも全部書き換えてますんで、なかなか他社さんでやらないようなことまで全部手が入ってるものになります。インタークーラーもバカデカインタークーラーになってる、はい、それに伴って変えてあります。馬力はどんくらい出てるんですか。これで今340馬力出てますこれ純正270馬力ぐらいですよ、はい、過激なスペックにはなってるんですが、あのもちろんサーキットとか走っても壊れないようにはなってますんで、そこら辺は安心して日常使いも使っていただけると思います。そしてこれエンジンチューンだけじゃなくて足元も、はい、はい、足元もちょっといろいろそれに合わせてセッティングされてると、はい、てまして、ホイール、ブレーキ、はい、でサスペンションもプロトタイプの、はい、サスペンションプロトタイプなんですが、今サスペンションを入れていただいている状態 でこの状態でサーキットから街乗りから、まあ、減衰調整すれば全部対応できるような味付けになってます。おー、ミッションが違う。あ、違うんだ。剛性感が違うですね。うわー、ちょっとね、いいですか、あのシートの大事さを今痛感しました車だけじゃないとあの純正シートめちゃくちゃポジション高いし、はい、あの全然ホールドされない。あー、すごい。でも全然違う GR カローラと。あ、そうなんだ全然違うっす。
さっき土屋さんがおっしゃってたあのフロントの、うん、ステアリングに対する応答性、うん、もう全然違うっす、うん、あそうなんだ、はい、僕 M3 乗ってるじゃないですか、うん、もう GR カローラ乗った瞬間に軽っていう。ああそっか、えきじゃん EQ に M3 でも。 EQ には1650キロあるんですけど、多分200キロぐらいは全然違うと思うんですよね。なるほど。でもヤリスも GR カローラもこの GR ブランドの車マジで面白いですよね。面白い。でもやっぱりそこからさらにもう一歩進めたいじゃん。進めたいですね。そう、その辺トムスさんってメーカー直系のチューナーじゃんもはや。そうですね。早い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 。でもすごいですね、ちゃんとトラクションが、うん、やっぱ四駆なんでめちゃくちゃトラクションかかるですね。ちゃんと前進んでいく。じゃあ続いてドライバーチェンジして僕が乗ってみたいと思います。でまずねブリッドあのめちゃくちゃタイト、タイトですねもう腰もガチって。でサイドサポートがすごい高いから乗り降りはやっぱりこっちの方が大変かな。そうですね。うわ全然違うねカローラと。全然違うんですよ。全然違う。特にフロントの感じなんかは接地感とかフィーリングが全然違うんですよね。なんだろう、すごい煮詰まってる感も。確かにシフトも違う気がする。結構しっかりしてますね。こっちの方がしっかりしてるね。はい。あステアリングもこっちの方がクイックな気がする。そうですよね、うん、カローラの方がもう少しゆとりがあるというか。いきますよじゃあ。はい。すげえ速い。これ途中からのブーストかかってから伸びが半端ないね。半端ないです。で全部しっかりしてるからシートもしっかりしてるし、はい、足もしっかりしてるしブレーキもしっかりしてるからちゃんと踏める。そうですね、うん、車の交差はないですよね。ない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 。すごいバランスがいい。本当にドライバーは安心してこう操れると思いますよね、うん、やっぱりこっちもやっぱスピード出すと足がこうすごいちょうどいいというか、うん、結構でも本当にセッティングはスポーツ走行向けの足ですよ ね。お世辞にも乗り心地めちゃくちゃいいとは言えないけど、はい、本当にだからスポーツ走行してストレスがないというか、うん、これすげえな。いや俺カローラかな。ちょっとヤリス、そうね。でもスポーツ走行する人とかは多分ヤリスの方がこのホイールベースも違うんで。そうね、はい、とんがってる方はやっぱりヤリスかな。ヤリスだと思いますね、うん。あとはね、どっちにも共通しているのは乗りやすい。乗りやすいです。めちゃくちゃ乗りやすい、うん、本当にパワーバンドキープした人は狂った走りできるし、うん、かといって全然下がないかっていうと全然3000回転4000回転ぐらいでも全然トルクあるから車クイッと回ってるし、なんかすごいなと思って。なんか排気量が小さいターボ車なのに下も思ってるよりもしっかりあるんで、ね、さあというわけで今回はトムスさんに車を紹介していただいたりだとか、はい、EV カートを乗らせていただいたり、本当に今日はありがとうございました。いいえ、とんでもないです。楽しんでいただけたら。いやめちゃくちゃ楽しみました。これ動画であの車内で怒られそうなのでお前遊んでるだけだろって言われそうな感じしますけどいやでもそんだけ楽しんでいただけると。ありがとうございます。はい、こちらはエンジンだけっていうのはやってないんですよね。はい、エンジンメニューだけという販売を行ってないので、その場合はもう車ごとってコンプリートという形で販売をさせていただいております。ただ、エアロパーツだけとかホイールブレーキだけ欲しい、内装パーツだけ欲しいっていうには、今まで通りパーツ購入っていうのも可能ですので。なるほど、はい、その辺はボンドにお任せいただければ、はい、ぜひボンドさん経由で買いますので取り付けていきますので、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
to the city. How would you let somebody so pretty is what they said to me.